はい、みちす。はい、みちす。今回、冬限定営業、村中ラーメン研究所。札幌味噌ラーメン。ニンニクが効いたパンチのあるうまさ。ですね、これ。なんと土日 3.5 時間のみ営業。短いな。コスパいいな、3.5 時間のみ営業。冬限定11月から4月まで。祝日や年末年始も営業。はやってんねんな。3.5 時間しかやってないね。何時から何時までやってんねんの、これ。短いな。ほんで、こちらは、村中ラーメン研究所。村中ラーメン研究所とは、北海道札幌市に店舗を構えるラーメン店ですと。村中店主がラーメンについて、創作研究を、実践する場でもあることから、研究所という名前が付けられましたと。特徴はその営業スタイルで、冬季、11月から4月の土日祝日に、1日 3.5 時間、11時から14時半しか営業しておりませんと。これで冬で全部1年分の売り上げ立ってるってことなのかな。どうなのか、村中さんすごいな。それで生きていけんねんな。すごいな。これはいいよな。俺もそんなのがいいわ。11月、4月まで働いて、あとゆっくりしたいわ。そんな感じなのかな。すごい興味あるわ。で、これ、札幌では有名なのかな。こちら、液体スープは後入れが、ついております。剥がします。こちらの方はお湯を注ぐ前に蓋から取りくださいか。お召し上がり直前にお入れくださいと。了解。こってり濃厚な札幌味噌ラーメンの味わいに、ニンニクのパンチとラードの香りを混ぜた病みつきになる一杯。スープがよく絡む。本麺の食感もお楽しみくださいとなっております。では、開けますね。どんな感じなんやろ。いや、これすごいな。すごいとか、これ、ほら。粉というか、なんかほら。すごくない?色が。どんな感じなんやろ。粉すごない?粉がすごいっていうイメージ。あと、ネギ、ちょっと太くない?太ネギじゃない?この白やつ何やろな?白いやつ。なんかいろんな具材が入ってるよな、これ。匂いも結構パンチ強いな、これ。パンチ強いな。で、麺も楽しみやしな。どんな麺なんかも、これすっごいいっぱい、粉からすべてが入ってんな、これ。ではでは、お湯を入れて何分でしょう、これは。5分。5分ですね。ちょっと長めやけど、5分待ちたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ!はい、5分。5分経ちました。ドキドキする。では、開けますね。はい。ドン。ドン。来ました。どうかな。まあ、この時点じゃ分からんよな。俺思う、いつも毎回思うんだけどな。1000まで入れるやんか。入れたら結局麺吸うやんか。ほんとこんな状態なんだよな。俺、待ちすぎたんかなと思う時あるもん。これなんか不思議な現象ね、いつもな。もうちょい多い方がいいかなと思うもん。お湯がな。ちょっと入れるで。後入れスープ。うわ、すごい、ドロドロきた。ドロドロきたな。はい、入れましたと。ああ、ええ匂いになってきた。これすごいな。液体スープすごいな。後入れの。ええ匂いしてる。では混ぜますね。よいしょ。よく混ぜると。よいしょ。この村中さん、どんなんなんやろな。えい。どんなんなんやろな。楽しみやな。よいしょ。すごい。この、俺な、味噌ラーメン、これ味噌ラーメンやってみやんな。味噌ラーメン好きやねん、俺。札幌行った時も味噌ラーメンやっぱな。俺札幌の味噌ラーメンってあるやん。ね、なんの、袋麺のやつ、あれ大好きやねん。で、特にな、親父が作ったやつ大好きやねん。さらに、味噌をな、足すのよな。それがまっちゃうまくてな。親父の味って感じやねんな。できたかな。できたかな。はい、こちらですね。こちらですね。ドキドキしてきた。ではでは。いただきます。お疲れ様です。いや、緊張してきた。
これな。あ、絶対もう美味しいわ、これ。もうこの、匂い嗅いでて分かんね。あの、味噌好きとしたら。では、スープからいきます。はい。あ、おい。合格。もうスープ飲んだけど合格って言うわ。合格。あ、やっぱな、ニンニクパンチはすごいけどな。合格。では、麺いきますね。ちょっと太めやな。太めじゃないこれ。どう思うこれ。ちょっと太めやねんな。太めやねんな。ではでは、いただきます。うん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 。麺はちょっと固めやな。麺固めやな。うん。うわぁ、ニンニクパンチくるわ。ニンニクのパンチエグいわ。もう一回スープ吸うわ。あー、スープ最高。で、やっぱネギやったな。ネギ大きめ。大きめのネギやな。ざっくりしたな。ちょっと太めすぎるな、もうねんけどな。かなりの太麺。あの、切れへん。俺歯弱へんかな。切れへんねんな。ちょっと俺には太すぎるかなと思うねんけどな。でもな、スープがうまいな。ああ。でもな、腹いっぱいになってくるよ。もうこれぐらいでも腹、やっぱな、年重ねたんかな、もう、あんま食えへんよなねんな。ちょっと固めの太麺かな、これは。もう一回スープ飲む。あ、スープは最高やわ、これ。スープ最高やねんな。おぉ。なんか腹いっぱいになるよ、これ。意外とやっぱ、太麺はな、かなりな、お腹に来る。あ、これお肉かな。お肉かな、これは。まあ、薄めの肉やな。ね、肉結構入ってる。薄めの肉が結構入ってんな。具沢山っていうのはあるわ、ほんまに。ほら。これな。ああ。これどうやろな。あの、味噌ラーメンの味としてはもう合格やわ。で、プラスニンニクのパンチがえぐい。えぐいけど、そこまではいいねんけど、太麺、俺慣れてないんかな。太麺が結構な、結構噛み砕くまでが結構大変。まだそこがちょっと慣れきってないんかな、これ。で、味は本当に間違いないわ、これ。美味しかったね。